どうもこんにちは、日本ジオパーク委員会事務局の渡辺です。審査はどんなふうに行っててっていうような、趣旨説明を簡単でもないですがさせていただきます。でまず最初にどういう仕組みかということを、皆さんご存知かと思いますが、こんな仕組みになっております。ジオパークを目指す地域は、日本ジオパーク委員会の審査を受けて日本ジオパークネットワークに加盟する。でこの地域の中で世界ジオパークネットワークに申請を希望される地域は、やはり日本ジオパーク委員会の評価を受けて、その推薦を受けて申請するという形になっています。ですので今日のこの後のプレゼンテーションは、最初に日本からの世界ジオパークネットワークメンバーとして推薦していたかどうかっていう申請がある地域であって、その後日本ジオパークネットワークのメンバーとしてふさわしいかどうかっていうことを審査するされる地域の6地域プレゼンをされるということになります。で誰が審査するのかっていう話ですが、今日真ん中辺の前の方に、ずらっと並んでる方々が、日本ジオパーク委員会 JGC 委員ですね。で JGC 委員はすで、に、各地域から申請書を受け取っています。で書類審査が現在進行している。でさらに、今日の公開プレゼンテーション質疑応答を経た後、現地に行きまして、で秋に最終決定することになります。で現地審査は結構人手もかかることですので、委員だけではなく、JGC 事務局が選んだ、ジオパークについて、審査するだけの見識経験がある方、主にもうすでに再認定を取った各ジオパークの方々を、現地審査員として、あるいは現地審査の補助として来ていただいて、審査に携わっていただくわけです。で日本ジオパーク委員会の委員は、今年4月に若干交代いたしました。で、このようなメンバーになっています。で、一応学会の推薦を受けたり、各種団体の関係の方に入っていただいているということになっています。でさらに今日は、以前委員だった方に顧問として来ていただいていますし、それからオブザーバーとして、関連する省庁の方にも、おいていただくようお願いをしているという、その状態であります。じゃ基準は何だよって話になりますね。で、これがなかなか一筋縄ではいかない難しいところなんですが、基本は日本ジオパークに関しても世界ジオパークネットワーク GGN の理念を基本としています。でそこには何が書いてあるかというと、その、世界ジオパークネットワークガイドラインの一番頭のところにはキャッチフレーズ的にこんなことが書いてあるんですね。地球の遺産を保全活用して地域社会を維持するのがジオパークだ。でさらに世界ジオパークネットワーク全体として、景観から、景観を見たり活用したり学んだりすることで地形地質遺産の保護、それから研究の促進、さらに地域の持続可能な開発への道を探るんだということが書いてあります。で、こういう理念を目指すわけですが、じゃあ理念を実現するためにはどんな態度が必要だなんていうことを議論するわけですね。でまず GGN のガイドラインにどんなことが書いてあるかっていうのをちょっとまとめ抜粋でまとめます。ちゃんとした協会があって、で経済的にも成り立つような広さでいるよと。で、そうですね、こんなことをする協会のある場所であると。でしっかりした運営組織や運営計画があることが必要ですよと。で、もう一つは地域全体を取り込んでボトムアップ的にやりましょう。それから、経済活動を活性化させることは主要戦略目標の一つなんだよということが書いてあります。でさらにそうですね、社会にこういうものを伝える場所になるような準備が大事です。で、成功のためには地域住民の参加がすごく大事だということを強調しています。で、保護に関してはジオパークっていうのはそういうユネスコの正式なプログラムでもありませんし、新たな法的措置を伴うものではないので、その地域の伝統と法規制に基づいて、ジオパークとして大事なものは確実に保護するように努力してくださいという、そういう形になっています。で先ほど松野先生の方からエコパークのお話がありましたが、ジオパークの場合にはそういう革新地域とかそういうゾーニングはございません。で保護はどうなってるかっていうと、そういう重要な地形地質遺産がある、ある程度エリアのある場合もあるんですが、基本的には点としての保全をやりましょうというような形になっています。で、そういう理念は分かったんだけど、じゃあどうやってそういう理念を実現できる、ジオパークになっているかどうか審査するんだよって話になるわけです。それでですね、これについてはジオパークも日々進化しております。で世界ジオパークネットワークの考え方も進歩してますし、それから日本のジオパークも
それぞれのジオパークが日々さまざまなことを行ってより考え方を進めているということもあって、毎年毎年議論をしながら審査をやっています。で、ですね、この現地審査員候補っていう、まあ、各ジオパークから審査に関わっていただく方の候補になるような方と、それからあの委員会の委員で、ジオパークの審査に関するメーリングリストを作って日常的にいろんな議論を行っています。それは結構活発で、あのメールについていけなくない なるぐらいメールがもう10通も15通も届くような日があります。で、年に2回集まって議論しています。と言いましても、まあ、この仕組みが始まったのは昨年からなんですけどね。で、一昨日昨日と、実はこの、この公開プレゼンテーションの前に関係者が集まって議論しました。で、まあ、やっぱり数値による基準みたいなものは難しいんで、基本的には質的審査になるだろうと。であれば、まあ、審査の基本的な姿勢を示しつつ、まあ、こういうポイントを、見ていきますよということをお示しするしかないだろうということになっています。でですね、あのこのグループの議論非常に活発なので、あの審査のことだけ議論しているのはもったいないということで、あのこのグループを母体として、日本ジオパークネットワークの中で、日本ジオパークネットワークジオパーク活性化部会ということで常置して、で日頃から、まあ、ジオパークの、将来について議論していただこうということになっております。で、まあ、その議論の中で出てきた審査の基本姿勢というのはこういうことですね。持続可能な地域社会の実現のためにジオパークとしてその地域に合ったやり方で住民、行政、研究者などの関係者が共に考え続けているか、またそのためにこれまでのやり方を変える覚悟があるかということを問うていこうということに基本姿勢としてはなりました。で、あのこれまあ全日本ジオパーク委員会委員が参加したところで議論したわけではないので、まあ、委員会の公式見解ということにはまだなってはいないんですが、まあ、あの今日またこの後夕方、委員会でありますので、まあ、そこでこれまたその委員会と、各ジオパークから出ている現地審査員の方の間に大きな考え方の齟齬はございませんので、まあ、こういうことは受け入れられるんじゃないかと私個人的には思いますね。で、こういう考え方を実現するためにさまざまな、まあ、細々した具体的な現地で行われている活動を評価していくんだと。だから、あの野外に説明場が何人やったから合格だとか、ガイドを何人要請したから合格だということではなくて、どういう姿勢でそういうことをやっているかというところをきちんと見ていこうというのが、まあ、基本姿勢だということになります。で、まあ、先ほどからいろいろ議論があったんですけども、やっぱりやり方はその地域に合ったやり方が地域地域にあります。なので一律の基準で評価することはまあ難しいというあたりですね。で、もう一つはその今あるジオパークも、完璧なところなんてないわけですし、日々前へ進もうとして、その日々前へ進もうとして改善していくというところが、まあ、ジオパークとして大事なので、そのためにはしばしば、まあ、関係者がいろいろやり方を考えて変えていかなきゃいけないこともある。そういうことができるかどうかというのも非常に重視していこうということになってきています。でですね、まあ、こういう姿勢がこういうことをやったら形になっていくんじゃないかと各ジオパークで実践されていることがあるんですね。で、そういう実践されていることの中から、まあ、我々が思いつく限りではこういうことをやっていくとこういうことにつながっていくよという、まあ、ジオパークの理念につながっていくよというようなことをピックアップしてリストを作っています。で、まあ、これまで実はチェックリストって呼んでたんだけど、そのチェックリストっていうものであるとすれば、それをやりさえすればもう合格みたいな、あるいはそれをやらなければいけないというイメージがあるんですが、ジオパークの場合まだ審査する側も知らないようなさまざまな良い活動が行われていたら、それも評価したいということもあって、事例集というような言い方をしようと思っています。で、まあ、そこにはまあ割と当たり前のことが書いてあるんですね。地域の景観の成り立つが、成り立ちがみんなに分かるようなことをしているかとかね、ちゃんと保全に関する計画があるかとか、学術機関によってきちんと支援されてバックアップしてもらってますかとか、マンパワーがいますかとかね、あと、まあ先ほどボトムアップが重要だというのが GGN のガイドラインもありましたので、協議会の組織などの意思決定に地域住民や各種団体がどのくらい関わっているか、あるいは住民が参加し合いする仕組みがあるかと。で、その結果、まあ、出てくるジオツアー、お客さんに、まあ、提供されているジオツアーの質はどうなんだということも問うていくと、まあ、もういっぱい、まあ、さまざまな項目を作っています。そこで大事なことは、その、まあ、いろんな項目、審査地域には後ほどこのリストをお見せするんですけれども、
これがないからまずいと、そういうところよりも、どんどんその事例集になるようなことでいいと思ったことをやっていくためのリストとして使っていくことが大事かなと思っています。で、この後まあ申請書を 見た上でプレゼンをまあ見て、まあ、今いろんなことを考えるわけですけれども、何が分かるかって、まあ、こういうことが当たり前に分かるわけですが、大事なのはそういうことをどう審査員に見せたいかと申請地域が思っているかっていうのも結構この申請書で伝わってきて、まあ、その辺でジオパークとしてどう進もうとしているかっていうのが分かるということがあります。で、これを、まあ、新規の地域には見ていただきたいと思っている部分なんですが、現地の審査で、これはまあ割と個人的な見解ではあるんですけれども、審査に行った人が何をしたいかっていうのはこんなことなんですね。まあ、まずどんないいことが起こっているか、それからもしあんまり良くないことが起こっているとしたらそれはどんなことだろうと。で、それから一番知りたいのはジオパークに関わっている人がどういうところにいて、でそういう人たちが何を考えているかですね。ジオパークって一部の人だけでやるものではありませんので、いろんな場所にジオパークに関わる人が当然ジオパークをやろうとしている人がいるはずです。そういう人たちが何を考えているか知りたいですので、できるだけたくさんの人に会って話をしたいというふうに我々は考えています。それから、まあ委員がいたらいろいろ注文つけたりするわけですけれども、それも別にケチをつけようと思って言ってるわけじゃなくて、良いジオパークを作り上げるお手伝いをしたいと思って、まあ、いろいろ申し上げてるわけですので、まあ、何かを始めた人、ジオパークで何かやってる人をぜひ応援したいと思って、それからそのためにはいいことも良くないことも何でも聞いた上で、ご相談に乗りたいというふうに思っているわけです。ですから、まあ、審査とは言いますが、まあ、一緒に良いジオパークを作っていくためのなんていうかね、コンサルティングとまで言うとおこがましいんですけれども、まあ、一緒にそういう作っていくプロセスだというふうに思っています。ですので、今日も審査員ここにいますから、お昼休みでも何でも捕まえてですね、できれば名刺交換だけじゃなくて意見をぜひ交換してほしいと思います。うちの地域はジオパークとして何がしたい、その結果どんな地域になりたい、そう思うのは何でなんだっていう話をいろんな人としていただくと、そのジオパークが何を目指しててどうなりたいかがよく分かる。その結果審査もお互い意思の疎通を欠くようなことにならない審査ができると思います。でも、ジオパークというのは正解があるわけではないので、どうやりたいんですかっていうそこを聞くところから審査が始まるんだと思います。それから、よそと違うやり方をしていらっしゃるところもあると思います。それからよそではやってないようなことをやってらっしゃるところもある。で、それはなぜそういうことをやってるのかっていうのをぜひ聞かせていただきたい。よそと違うからダメっていうわけじゃない。それからガイドラインに載ってないからダメっていうわけじゃない。違うなら違う理由があるんですね。で、多分その方が良いと思ってるからやってらっしゃる。であればその良い理由を知りたい。というわけで、ぜひ現地審査員、それから審査員と積極的にコミュニケーションを取っていただきたいというふうに。でですね、一つ謝らなきゃいけないんです。で、こういうことをしていく過程でジオパークっていうのが何だか分かってくる。残念ながらこれを読んだらジオパークのこと分かりますっていう本がないんですね。で、ホームページなんかでも必ずしも今のジオパークの、ジオパークをやってる人たちがこういう方向に進んでるっていうのは全て出ているわけではない。なのでジオパークを始めていただくにあたっては多くの既存のジオパークの人とお話をしていただいて、こういうふうにやるといいよとか、この方法はうちやったけどうまくいかなかったよとか、そういうことを聞いていただくのがいいんですね。ですけれども、そういう方法をこれまで必ずしも委員会だったり、それから日本ジオパークネットワークとして十分に提供できてなかったという反省がございます。で、今年度間に合わなかったんですけど、来年度申請地域からは、よりジオパークについて理解を深める場を提供していきたいと考えています。で、5月に、世界ジオパークネットワークの関係者で研修会がありますし、それから先ほど言いました審査の部会というのがジオパーク活性化部会という形で日本ジオパークネットワークの方で新たに再構成してくださいますので、そういうところにもこれからジオパークになる時期に入って一緒に議論に参加していただく。それから日本ジオパークネットワーク数増えてきたので地域ブロック活動というのを始めています。でそれはまあ近いところなんで交流がしやすいので、そういうところに参加していただくと。でこういう参加に関しては行政の方からいろいろご意見いただいて、ジオパークにもならないので、そんなところに行く理由が上司に説明できないというご意見をいただくので、必要に応じて日本ジオパークネットワークでこれをやらないと審査通らないよという義務化するという話もあります。これは意地悪で言ってるんじゃなくて、そうした方が行政の方が参加しやすいだろうという、そういう一応配慮のつもりなので、まあ、その辺は JGN と来年以降申請を考えている地域は
ご相談いただければ良いのではないかなと思います。まあ、審査の概要っていうのは、まあ、こんな感じです。で、審査という名前ではありますけれども、先ほども申し上げましたように、我々は各地に良いジオパークができてほしいと思ってるんですね。で、まあ、ここはまあ私の個人的な意見なんですが、それで地球科学を活用した、まあ、地域の自然環境を生かした持続可能な地域社会の活性化が進んでほしいと思って、そのお手伝いをしたいと思ってるんですね。で、審査の際のコミュニケーションを通じて、まあ、審査する側、される側が賢くなるっていう、そういう仕組みが審査です。ですので、先ほども申し上げましたように、何かテストを受けるようなちょっと硬い感じでやっていただくよりは、できるだけ全ての情報をお互い共有するような形でやっていきたいと思っています。そして、先ほど言いましたように、審査の結果、審査を受けた側と委員会とで、メーリングリストを作って話し合いもしているわけです。で、そういう審査のフィードバックみたいなプロセスをやっている仕組みってあんまりないんじゃないかと思うんですね。世界ジオパークネットワークもやってません。で、まあ、こういう、密なコミュニケーションをする、その審査される側とする側の関係を通じて、で、より良いジオパークの価値というのが世界に発信できていければいいなと思います。先ほどから出てましたけど、こういうことでやらせていただいてます。で、こういう講演もね、著作物ですので、許可得ないで写真、動画撮影はやめていただきたいと思っています。ちょっと先ほど注意が遅れて申し訳ありませんでした。で、ジオパークコミュニケーションですので、このパワーポイントいいなと思ったら、ぜひ休憩時間にその人に挨拶してくださいって言ってもらうのが一番だと思います。で、そういうコミュニケーションこそがジオパークだと思います。私の説明は以上です。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。審査の要件を分かりやすく説明していただきました。